はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルビジです。では、今回は、発送版や都道府県モッド、続きをプレイしていきたいと思います。今回は、千葉県帝国ルートを進んでいます。現在はですね、群馬帝国と、埼玉、東京、神奈川の首都圏連合が戦争を開始したところに、我々、帝政千葉、大ネズミ帝国もこれに参戦したというところです。で、まあ、第三勢力として介入してますので、群馬帝国が勝ちすぎても困るし、東京、神奈川、埼玉が負けすぎても困るというのがあってですね、まあ、我々がいかに領土をうまくね、獲得していくかというところに焦点を当てて、今回のこの戦争、うまく渡っていきたいなというふうに思います。では早速時間を進めていきましょう。軍事力でいうとやっぱり群馬帝国あるいはその東京神奈川埼玉の連合に比べるとね、我々ちょっと劣っているなというのがこの戦っていて分かってはきているんで、ここをねしっかり乗り切って軍事力を強化していければいいかなというふうには思っています。でやっぱり領土をねちょっとでも多く獲得もねしたいなというところですね。今だとどうしても埼玉が群馬帝国にほぼほぼ取られていて、その埼玉に我々も一部領土で削られているっていう状況、まあ今ね改善しましたけどそういう状況なんで、ちょっとでもねやっぱり押し込んでおきたいかなというところですよね。今埼玉県の、まあ、首都が越谷に移って、この越谷もダッシュしましたね。これで埼玉が事実上壊滅したと思うので、あとはね、新宿目指して進軍していきましょう。はい、埼玉が降伏です。まあ、ただ埼玉はね東京神奈川と一緒に参戦してるので、この神奈川と東京もね、潰さないと戦争自体は終わらないという状況なので、まあ、しっかり東京神奈川こことの戦争を継続していきましょう。ご覧のように群馬帝国が埼玉の大部分をね取ってしまった以上、我々はこの戦争でほとんど旨味がない状態なので、なんとか東京にはね一番乗りしましょう。東京一番乗りを目指す。さあ新宿までもう一歩とね、いうところまで迫ってます。なんとか新宿までダッシュをね、してしまいましょう。東京の首都新宿を取る。さあ東京陥落させました。そして東京が東京諸島部政府に移って、これに対してすかさず群馬帝国が宣戦布告。すごい戦いになってきたね。では師団の編成を少し見直しましょう。今ある編成の中でさらに師団をね、強化する意味では通信中隊を新しく編成に組み込みましょう。それと、タンク部隊ですね、タンク部隊のところにも支援として整備中隊、さらに通信中隊、そして補給中隊と、支援部隊を入れます。それに伴って生産のラインも支援のところは今後増やしていきましょう。さあ渋谷まで押さえてます。このまま首都圏中枢部を押さえにかかりましょう。で東京諸島部連合の首都の位置がちょっとわからなくなってますが、渋谷まで、完全に、ね、安定的に支配が進んでいるので、あとはねその東京諸島部連合の首都を目指したいところなんですけども、位置がわからなくなってるんですね。八王子まですでに群馬帝国が奪っているという状況で、首都がどこに移ったかをちょっと確認していきたかったんですけどね、これがわからないので、この先しばらくは目標を横浜に設定して、神奈川のね、陥落を目指していきたいと思います。で、新しくですね、戦争が起きているところで言うと、石川県のところでですね、帝国が生まれています。加賀及び能登連合帝国。
ここは我々の陣営にぜひ招待したいので、まず関係をね改善していきましょう。他に我々の陣営にね入ってくれる可能性のある帝国が生まれれば積極的に勧誘できる環境をね用意していきたいと思います。ではいわゆる東東京にあった敵の師団はねほぼ壊滅させたので、ここから神奈川領に一気になだれ込んでいきましょう。いろんなところで今戦争が起きてますね。四国バトルロイヤル、四国にある、県がね今まさに生き残りをかけた戦いが始まったと。愛媛、高知、徳島、香川ですね。この中で行ったことあるの香川県は行ったことあるけど、他はちょっと四国はないかな。愛媛、高知、徳島はまだ未踏の地ですね。いつかねちょっと行ってみたいですけどね。さあ我々は順調に神奈川領へ進行を開始してます。ここは群馬帝国に強くなられすぎても困るんで、我々もね後々のために覇権を取るために重要な神奈川を、押さえておきたいと思います。まあ、この神奈川と県境、国境境はお互い師団がこれでもかというほどにひしめき合ってますね。ここを制することができれば、この戦い圧倒的に有利に進められると思うので、師団を惜しみなくここに集中させていきましょう。兵隊の確認しておくと、野戦砲が、少し余ってるのと歩兵装備が余ってるの以外は、まあ、ほぼほぼ枯渇していて、特に足りていないのが今の状態だと支援装備、あとは装甲車足りてないので、この辺りに工場で少し割り当てていきましょう。東日本における大地震発生ということで、浦安の液状化現象、これは実際に東日本大震災の時ね、この辺りは液状化が起きたという話でしたね。もう僕この時には船橋市民だったんですけど、僕の住んでるところは液状化とかっていうのはほとんどなかったですね。ほとんどっていうか全く感じなかったですね。もしかしたら3番瀬とか、もっとさらに海寄りだとね、現象あったのかもしれないんですけど、まあ、浦安は結構ひどかったみたいですね。この時それなりにディズニーランド、ディズニーリゾートで、休園してましたしね。まあ、このゲーム上での損害としてはインフラとか工場に少しダメージが出てますね。少し最前線で補給の上限を超えた部隊の展開数になってしまっていたので、一部の部隊を引き上げて、正常な状態に今戻しました。ここから、補給の上限のね、状態を見ながら部隊をね、少しずつ前線にまた戻して、いければいいかなと思います。あんまりねきつきつにしても足りなくなってしまう、補給がね十分に行き届かなくなってしまうっていうことが、まあ、起きうるので、まあ、そうならないような注意をねしっかり払っていきたいと思います。本当にこれがギリのキャパですね。これ以上は増やせないと思うので、これでちょっと戦っていきましょう。ここに来てちょっと歩兵装備も生産の量を抑制していた分足りなくなってきているので、歩兵装備も増産を再びしていきたいと思います。いや本当にこうなってくるとね全然足りないですよね、いろんなものが。で神奈川に関しては完全にもう押し切りですね。これで横浜も取って小田原まで進軍を進めているという状況です。このまま一気に押し切っていきましょう。はい、神奈川県を降伏させました。
これで、一気にね、国力も上がってくるかなと思います。歩兵装備含めいろんなものも捕獲してますし、領土的にもね、広がりましたね。あと、この戦争で残っている、まあ、降伏していないのが東京諸島部政府ということで、この東京諸島部政府をね、打倒していければいいかなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続き、東京諸島部政府を打倒していこうということでやっていきたいと思います。